うだろう。Wi-Fi はいつものやつなんだけど。大丈夫かな。どうでしょうか。音質がちょっと悪い。わえ、マジか。おかしいな。今日いつもとそんなに変わらないはずなんだって。あ、わかった。ヤッホー、どうでしょうか。あ、よかった。ごめんなさい。私ワイヤレスイヤホンをしたまんまでやってたんで、だからあれだったんだと思う。ごめんね。はい、ちょっと。じゃあ聞こえてないかったと思うんで、もう一回。ちょっと今日は煮干し食べながらやります。ふふふ。はい、ATB48 チームエイト愛媛県代表、チーム42の高岡薫です。よろしくお願いします。はい、ということで今日もショールームしていきます。煮干し食べてます。はい、今日はジョンマイラブでした。今日は学校観劇で、まあ貸し切りだったんですけど、ほぼ満席みたいな。400人ぐらい、いて、多分私の中では今までで一番多かったと思うんです。そう。で、まあ今日純米ラブだったんですけど、そう、本当にびっくりしたのが、最初、万次郎が出てきて、あ、自己紹介するんです。中浜万次郎にござりまするって。私に。私、鉄っていう女の子の役で、まあその、鉄っていう子が、まあちょっと少しネタバレをすると、後々、まあ万次郎の奥さんになるんですけど、まあその二人の出会いのシーンがあって。で、そこで万次郎さんが、中浜万次郎にござりまするって挨拶をするんですね。
てっちゃんに。でそしたら今日あの仲間万次郎にございまするって言われたら、大体鉄が鉄ですってめっちゃ不服そうに言うんですけど、そしたら仲間万次郎にございまするって言ったらってきてそうめっちゃびっくりして私。そうなのあれはすごかった本当に。うん、なんかそうめっちゃ本当に拍手喝采、喝采は言い過ぎかな、本当に拍手がすごくて、何みんな万次郎このファン、万次郎のファンなんかなって思うぐらいに拍手がすごくて本当にびっくりしたあれ。そうそう、逆にでも万次郎さんはその万次郎のソロよりも自己紹介の方がめっちゃなんか盛り上がってたのがちょっとうんあれみたいな感じになってたみたいで、まあ多分それは曲終わりは多分ちょっとみんな拍手するタイミングを失ってたんだと思うけど、そうあれ面白かったなマジで。うん、いやマジで面白かったですそれが今日一番印象に残ったことだった。そうん、学校観劇、まあ今日は貸し切りだったからお客さん全員生徒さんでした。そう、まあ、でもなんか楽しんでくれてたら嬉しいなって思って、でもそうなんか今日も漂流ダンス、まああのジョンマイラブってまあ、本編終わってカーテンコールの後に、まあ、なんか一曲すごい素敵なアイドル曲があるんですけど、まあそのここに出てくる漂流ダンスっていうのがあって、まあ振り付けもあるんですけど、なんか私は今日ぜひ皆さん踊ってくださいって、もし恥ずかしかったら手拍子も大歓迎ですみたいな感じで言ったんですけど、みんな踊ってくれて本当に嬉しかったあれは。そう、うん、ゴールドラッシュはノリノリではなかったけど、ゴールドラッシュノリノリでは踊ってなかったけど、本当に結構そうだな、拍手とか手拍子はすごいしてくれましたね。あ、また私をお嫁さんにしたい人がいます。すみませんが、まあ私ねたまにそういうコメントがあっていつも言うんですが、私をお嫁さんにする、私と結婚するのはマジでやめた方がいいから、うん、別の人にしな、悪いことは言わない。本当に悪いことは言いません、別の人にした方がいいまあでも今日も楽しかったです。次は日曜日ですね、
配信もジョンマイラブ、次はジョンマイラブ日曜日です。配信あるんでぜひ見に行けないという方、配信で漂流してくれると嬉しいです。私が楽屋トークもあるんでぜひ質問送ってくださったら嬉しいです。待ってます。そう、やっぱ万次郎さんが変わったから本当にね全然違う。あ、どうなんだろう。でも私が自分でなんか全然違うなって思うことがよくわからないんだけど、まあ絶対違うのは確かなんですよ。うん、まあでも新たな万次郎さんとも頑張ってるのでぜひ22日も見てください。で、明日はキスバイエイトです。私はライブパート出演させていただきます。イエイ。これラスト煮干し、そう、またね全然違うタイプだから。そうなの、天万次郎さんとも村井万次郎さんとも違うから、うん、やっぱ面白いなって思いますよ。ごちそうさまでした。煮干し、最近派手にやっちまった出来事は、派手にやっちまった出来事、派手にやったことはないかな。ないね今んとこは。例えば今日ちょっとなんかヤクルト1000を調べたけどね、なかった。もうそしたら聞いてくださいよ、高岡家にあったのよ。ただちょっと私坊ちゃん出てる時はさ家に帰ってないからさそう、まさかの家にあったっていうね、知らなかった早く教えてってなるけどね。そう、本当早く教えてよってなりましたね。そうだからちょっとすぐにはね取りに行けない。スーパーでも売ってるみたいなんだけど、まだね私も見つけてない。そう、早く見つけたいです。今って何時なんだろう。もうあれかな、50分ぐらいになってんのかな、どうなんだろう。よいしょっと、まだ43分、ありがとうございます。
じゃあちょっと1分ぐらいちょっと待ってもらっててもいい？ちょっと一瞬私あのフレームアウトしますけど、すぐ戻あの1分ぐらいでは戻ってくるんで、ちょっと待っててください。ちょっと待っててね。行ってきます。よいしょ。ただいま。まあまだ画面に収まってないからただいまとは言えないけど。ただいま。よいしょっと、いた。ただいまの言い方が気に食わないのでもう一回やり直し何なんかなんかやり直しを言われました。しょうがないな。ちょっと一回フレームアウトするね。あ、でも今ちょっと私あのあれ持ってないな。ここになんかジョンマイラブのグッズがあったらなんか思ってたんだけどな。いいや。よいしょ。ただいまこれで満足かいああ面白い。まあね、まあでも私の好きな作品、作中でジョン・マイ・ラブの作中で好きなセリフをあげたんで、ただいま。ほんと欲張りさんですね皆さん。まあそれほどジョン・マイ・ラブが好きっていうことでありがとうございます。ていうかなんかちょっと暑いよね。結構半袖でも十分なぐらいの暑さだと思う。そう、びっくりですよ。まあそうですね。まああと2回あと2公演っていうことでね、早いんですけど。あれだよね、月曜日って貸し切りだ、満席だっけ、どうなんだろう、ちょっとそれが分かんなくって。だからもしかしてもうあとみんなに会えるのあと1回マジはいや、はいや、あ、満席なんじゃ。いやん、はやちゃん、はやった、はやちゃんって言っちゃった。はやたんだわ。だから早すぎるからみんなあの、あ、でもそう、カフェレストマーズさんは行きますって言ってくださって嬉しい。あれかな、多分お客さんも入るけどもう多分チケット用意できないという感じなのかな、どうなんでしょう。そう、今日の靴下あれかわいいでしょ。あ、なるほどね、ちょっと席ある。じゃあ会えないことはないけど会える方はごく少数、ごく限られ、もうこのぐらい、もうこのぐらいの片手でもう余裕、片手どころか親指ぐらいでいけるぜみたいな感じなのかもねどういうこと。そう、今日の靴下はね、新しいの。でもさ、本当に5本指ソックス買いすぎてさ、ちょっといい加減にした方がいいなって思ってる自分で。ただやっぱ可愛かったの今日は。そう、フランスのパリーなんですよ。めっちゃ可愛くない？そう選ばれし者たち、選ばれし、選ばれし常連さんたちですよ多分。だからね、あの日曜日しか見れないっていう人は配信でね、もう500回ぐらい漂流してください。500回はきついな。配信でね10回ぐらい漂流してください。
無茶な。そう、可愛いよね。そう、フランスのパリですよ。で、あの、だいたい3足で900円だったんですけど、私が今回買ったお店は。だからこのフランスのパリーノと赤い、あの、赤い5本指ソックスと、あの、ウサギとウサギのリンゴの、あの、リンゴってなんかウサギっていう切り方あるじゃん、あれの柄の旅のソックスを買いました。そう、なんか旅のソックスは本番で使ってます、よく。割とさ、やっぱちょっと私やっぱあざができやすくって、足に。でだからちょっとタイツを履くんですよ。タイツっていうかストッキングかもう履いてやるからさ。大根ぶん回します舞台上に降ってきたら面白いわ。え、なんか降ってきたみたいな。たぶんさすがにないとは思うけどねそして大根じゃなくて人参でも大根のあの絵文字がないもんね、確か。そう、フランスのパリーですよ。あ、やばい、ロングジョイを食べたい。まだ私コンプリートできてなくて、ロングジョイ。そうなの、だからね、早く買いたいんだよね。ロングジョイってパンがあるんですけど、その今四国限定でそのジョンマイラブとコラボして、そのコラボパッケージになってるんですね。それがつぶあん&マーガリンといちごホイップとチョコの3つ。そうで、私は2つ食べたんだけど、あと1個チョコが一生コンプリートできない、あんこが苦手だからね。そう、私のこのショールーム見に来てくださる方はあんこ苦手な方多いんですよね。そう、私は大好き。多分私が大好きだから、多分その分苦手な方がいるんでしょうねそう、四国の四季島パンさんです。そうで、あと昨日ね、あのいちごパフェ、念願のいちごパフェを食べました。うさぎのご褒美パフェですよ。そう、本当にね、美味しかったですよ。そう、あのカフェレストマーズさんのいちごパフェが食べたくて食べたくて、でまあその今回まあちょっとジョンマイラブ出演させて、急遽出演させていただくことになったんですけど、その前の週で終わりそうだっていう話で、最初はもう私は泣きました。もう無理かもしれんって思ったら、ギリギリいけて、もう幸せ。でもやっぱ大きいサイズはね、結構胸に来たよ。そう、もうね、今年っていうか今期、まあまあ冬、まあ、冬というかまあ今期の、まあ、2月あたりからさ、の季節のいちごスイーツを一気に堪能した気分で、ちょっとまあ一気に堪能しすぎたから胸がちょっといっぱいになったっていうのはあるんですけど、そう、甘いものがすごいもう胸いっぱいになって、めっちゃ堪能して美味しかったよ。ただやっぱちょっとデカのパフェは量が多かったです量多かったわ。で、あのチキンカツも食べたんですけど、今回はちょっとタルタルソースじゃなくって、あのレモンとあのハーブソルトのさっぱりしてる、あっさりしてるチキンカツを食べました。一番ちっちゃいサイズです。そうそう、デカを選びました。デカいけると思ったんだよちょっと甘く見てたあのクマのブリュレパフェが大きいやつだったから、あれが結構ペロッといけたからさ、だからデカのパフェもいけるって思ったけど、うん、正直めっちゃ舐めてた。あれは普通にお菓子にデザートというか、
あれをもうメインにしていく方がいい。そう、強気すぎたけど、うん、でも強気にしてよかったですよ。うん、悔いはないです。またマーズさんにはいずれ行くんですが、いちごスイーツに関してはもう悔いはない。ほんと良かったです、食べられて。まあでもあれプラスは、あのそのいちごのご褒美パフェ、あのうさぎのご褒美パフェプラスワンで、あのアイスクリームがまた1個あったから、そうそう、だからまあもっとね、なんかお腹いっぱいにはなると思うんだけど、でもいちごのアイスクリームがめっちゃ美味しかった。そう、めっちゃ美味しかったよ。そうね、私今までチキンカツってタルタルソースしか食べたことなくて、初めてそれ以外も食べたんですけど美味しかった。そう、今度は いつか絶対炙りチーズを食べるのが私の夢です。その時は多分デザートはちょっと頼めないと思うけど、でも絶対また期間限定のデザートがあるんですよ。俺も食べてみたい、ぜひ愛媛に来てください。遠いかもだけどさ。そう、夜になかなか行けないからさ、うん、そうだから、でもスパゲッティとオムライスもいずれ食べたいんですよね。そう、でもやっぱそのなかなかその頻繁に行けないから、毎回そのパフェこれ絶対食べたいっていうのがあったらさ、あのなんかそっち優先しちゃうとなかなかご飯がいろいろ試せないのがね、悔しいなーって思うとこですね。そう、まあちょっと昨日と今日、まあ今日はそんなだけど、昨日は特にちょっとたくさん食べたから、まあ明日はちょっとだけ気にしつつ、でもちゃんと食べます。チキンカツが一押し？そうですね、結構看板、チキンカツが看板メニューって感じで、でもスパゲッティもすごい美味しいっていうのをよく聞きますね。いつか食べたい。まだ私チキンカツとドリアしかねご飯食べたことないから。愛媛のグルメ大使、まあ、そうですね、まあグルメ難しいな。まだ私もね愛媛のなんかまあグルメとかは全然知らないけど、まあ食べ物の話ばっかするからね。そう、食べ物大使とお呼びください。どや。でもなかなか公園あった日の夜に行くことなかったからさ、そうよかったですよ。でそう、ほんと念願のプレート、なんかさえちゃんとかあやねの時とかになんかプレートなんかあったから、ちょっと羨ましいなって思って見てて、そうで、そしたら今回ね、あの私あのキャストのリンさんと一緒に行ったんですよ。そうリンさんとなんかいつかそういう機会があったらいいですよねみたいな話してて、で一緒に行けて、でリンさんはチビの方頼んで、私はデカの方頼んで、そしたらあんなすっごい可愛らしいプレートできて、そうなの、もうね写真大会が始まりました。これはもう映えを狙わなくてはみたいな、映えを狙わないでどうするって思って、もうめっちゃ写真撮って、でリンさんとのツーショットもねあります。私あれすごいなってものがね、ジョンマイラブ T シャツ着てるんですよ。そう、基本的になんか舞台中とか舞台稽古中はもうね、私結構レッスン時でもうろうろするからさ、そう。
そうなんですよ。ね。パスタ交換も結局まだ1回しか行けてないんですよ。でパスタをね頼んでないっていうね。そう、パスタを頼みたい。パスタ高校でまだハンバーグしか食べたことないもん。ラブ T シャツでまずまで行ったのすごいことだもん。あ、でもね、あの上着は着てたからさ、そう上着は着てたからさ、バックプリントは見えないんだけど、まあ、店内ではね脱いでましたから、半袖ですごいいたからさ。そう、宣伝宣伝って思いながら。冷製パスタ食べました。いいなぁ、パスタごっこでパスタ食べたいよ。やばいよね本当に。ね、ちなみに今日は悪魔くんの T シャツです。そうです。あ、でもほんと3期も素敵ですよ。早く3期も漂流したいな、プライベートで。まだ配信でしか漂流ができていないんです。だからね、客席から見たい。そう、客席からね見たいですね。今度でもね、いつできるんだろう。できそうな時が全然ない。なんで、わかる。そうそうそう、本当にそうなの。マジでね、ああそうかーとかとかめっちゃでかいんですよ声。もう私の男までめっちゃ聞こえるから。でも最初さ、その入れ替え稽古の時にゴールドラッシュの時にめっちゃ喋るやんって思って、もうね一人で爆笑してたもん。そう、私はちゃんとてっちゃんがね立ち位置にちゃんと立ててるかとか、一応ちょっとあの立ってなかったらそこ、あそこだよみたいな教えなきゃいけないんだけど、もう一人で爆笑してましたね。そう、入れ替え稽古中は半分キャスト半分オタだった。そう、だってもう初の打ち掛け見て号泣しだすからね。仕事をしなさいよって。ちゃんと仕事しなさいよって思ったけど、もう号泣して止まらなかったからさ。そう、いやでもまたね、ジョン・マイ・ラブに触れてしまうとロスが怖いんですよ。そうなの、ロスが怖いよ。そう、本当に柳瀬さんは笑顔がチャーミングで素敵だから、私もねつられて満面の笑みになりますよ。自分どんな顔してるか分かんないもん。そう、あのだいぶラストのシーンの方とかはもうめっちゃ満面の笑みでピカーって感じだから、私はねもうつられてもうめっちゃ笑っちゃうんですよ。だから今度漂流してくださる方はそこも注目してください。いやあそこね、あの佐藤さんはもうめっちゃかっこいいんですよ本当に。なんて言うんだろうな、渋いっていう、なんて言うんでしょうね、ああいうの、なんどんなかっこよさっていうんやろか。なんかすごい満面の笑みっていうわけでもなく、でも真顔でもなく、なんて言うんだろうな、あの感じ、もうちょっとね、なんて言うんだろうな、
でも優しい表情というか、で柳瀬さんの場合は本当にすっごいニコニコいい笑顔なのですよ。あと手がめっちゃ冷たいんでちょっと心配になります。そう本当にめっちゃ手が冷たい、びっくりするほど手が冷たいからさ。そうで、私はしーちゃんに塗るんめっちゃ手あったかいねって言われる。あ、しーちゃんはあの、まあ、てっちゃんの親友の菊乃ちゃんっていう子を演じてる、まあしおりさん、しーちゃんがいるんだけど、しーちゃんがなんかちょっと寒いみたいな感じで言ってて、あの大丈夫っつって手を温めようと思って手を取ったらあったかって言われました。私は基本的にね、あの、あったかい時期はあったかいけど寒い時期は寒いんですよね。まあ大丈夫なんか、でもまあ冷え性ではないのかな、わかんないんだけど、でも寒い時は本当に寒いんだよね。基本的にね手はあったかい方だと思う。ちなみにさっきの佐藤さんとか柳瀬さんっていうのがあったんですけど、まあそのお二人が演じてらっしゃる太郎のおじさまはてっちゃんにとってなんか本当にすごい大事な存在なんですよ。そう、すごくなんかてっちゃんってあのまあ剣術道場の娘で、まあ、なぎなたがすごい得意な子なんですけど、だからまあ昔から稽古とかしてて、でそれにその稽古をつけてくださったのがまあ太郎のおじさまなんですよ。そうなのよ。ね、ね、ねとか言っちゃったけど、それじゃあちょっと今日は急なんですがここら辺で終わりにしたいと思います。明日はね朝配信します。まあそんなに早い時間にはやらないから、うん、ぜひまあ見てくださったら嬉しいです。じゃあランキングを読んで終わりますよ。13位から13位フォレスト系男子さん、12位ナナトさん、11位マモさん、10位アルミンズランクさん、9位ロミツさん、8位飯田博之さん、7位夏目さん、6位カラスのカーコさん、5位田所さん、4位 TKHKG さん、3位海指さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、ということで明日はキスバイエイト頑張る楽しむというわけで、また明日おやすみなさい、またねー。